シーカと出会って僕分かったことがあるんです。それはファンの気持ち、いいなって思ってるアイドルがいい加減なことしたらがっかりされちゃいますもんね。だから僕、はい、まだまだ未熟な僕ですけど、できる限りのこと、よし、やってやるぞ。止まらないテンションを上げて、慣れた顔なんていらない、いつだって初舞台、ままならないと諦める、昨日自分を笑って立ち向かえ、恐れも迷いも後悔さえ吹き飛ばして、君とここでさあ始めよう、一番燃える旅を今星巡る空満ちる声、余さずに勝ち得るために Dear in the sea 熱く踊って今、夢じゃ目指す道結ぶ風、約束は叶えるために Dear in the sense、 つながりあって今つかめ最高の未来、ああ輝いてなお目指せた、したらファンが悲しむって思ったら踏ん張れました。アイドルって見栄も大切なのかも。せめてファンにはいいところを見せたいっていう見栄。止まらないテンションを上げて、慣れた顔なんていらない、いつだって初舞台、ままならないと諦める、昨日を自分を笑って立ち向かえ、恐れも迷いも後悔さえ吹き飛ばして、呼んでいる君とここでさあ始めよう、一番燃える旅を今、星巡る空満ちる
結ぶ風、約束は叶えるために。 Delight in the sense、 つながりあって今つかめ最高の未来。 ああ輝いてなお目指せ高み、誇り高く。ここに、いや、あの、今は休憩中というか。はい、実は僕、最近、吹奏楽を始めたんです。アイドル活動の役に立つかなって。バレちゃいましたか。シーカってウィーンで音楽してたからあんなに清らかなのかなって思ってつい。確かに始めた動機はあれですけど、でも今は純粋にハマってます。いやー楽しいですよね、吹奏楽。この学校の子が混ぜてくれるっていうからやってみたら面白くて。それはもちろんハープですよ、ハープ。こう純白のドレスでポロロンポロロンするの最高じゃないですか。いえ、行ってみたら却下されました。そんな本格的な楽器うちの編成にはないからって。で、次に希望したのがフルートです。ほら、横笛って可憐な感じがするじゃないですか、お嬢様っぽくて。いえ、なんかイメージに合わないからって、同じ管楽器でもっとお嬢様っぽいものを勧められました。それはトランペットです。ゴージャスでダイナミックな感じがマドモアゼル志望の君にぴったりだって。でしょ。あ、そうだ、プロデューサー、一つ相談に乗ってくれませんか。トランペットの音なんですけど、どうもいい音が出ないんですよね。一生懸命吹いてるのにヘロッとしてるっていうか。いい感じの息、話だけだとイメージが湧きませんね。どのくらいの強さか試しに息吹きかけてもらえます。プロデューサー、そんな深く考えないでくださいよ。僕だったら別に平気なのに。お疲れ様でした。それじゃ、また今度ね。はい、成果バッチリです。吹奏楽で磨いた僕の清らかさ、今度はアイドル活動で生かさないと。よーし、シーカみたいになるぞ。昔キャピルン、今清掃。僕、自分にないものをいつも追いかけていたいんです。
いいんです。現に人気は上がってるし、それに何かを目指してもがいてる僕がいいって人もいますから。シーカのあの可憐さ、なんとしてでもゲットするぞ。目指せお嬢様トランプ。